全世界最高の人気ボーイズグループ BTS のジャンクークがファン AR 前に対する本心を告白した。BTS はアメリカの現地時間1日、ロサンゼルスソフィスタジアムで BTS パーミッション2ダンスオンステージ8211 LA 3日目のコンサートを開催した。アンコール曲を披露する前にメンバーたちが感想を明かす中、この日ジャンクークは韓国語でファンに本音を伝えた。普段考えが深いわけでもなく、話が上手い人でもないが、皆さんに少しでも本心を伝えようと今日は韓国語で進めたいと思うと話した。ジャンクークは大した話じゃないかもしれないですと言いながらも皆さんも、僕たちもそうだが、会えない時間が本当に長かった。本当に辛い時期で憂鬱な時がとても多かったが、この公演をしてから、あの時辛かった。あの悪夢のような瞬間がすべて忘れられたと心のこもった告白をした。そしてジャンクークはコンサートに訪れた AR 前に迎え来てくださった皆さんに劇薬処方をしてくださりありがとうと、愛しているとお伝えしたいとし、僕たちに会えずにいる全世界の AR 前にも、1日でも早く機会があれば会いに行くから少しだけ一緒に耐えてみようと言いたいと伝えた。ラブリーズ出身系、ジュンス所属のパームトリーアイランドに移籍。2021KBS 火曜祭り、10組の第1弾ラインナップを公開。レッドベルベット、オーマイガール、カンダニエル、ザ・ボーイズ、ストレイキズ、イッチ、トゥモロー・エックス・トゥギャザー、エンハイプン、エスパ、イムジン。17日開催。MC はチャウヌ、ソリョン、ローウン。BTS、防弾少年団の LA コンサートを見に行った一部の韓国ファン、現地ファンから暴行暴言あったと主張。アジア人らしき人がいると韓国人じゃない、とひそひそ話し集団暴行。韓国人ファンの顔を携帯電話で撮影し SNS に掲載すると脅迫した。ホムマに対する嫌悪だという説も。